皆さんこんにちは、マサです。すごい光景ですね、これ。改めて初めましての方、初めまして、何度か会いに来てくださってる方は、またお会いしましたね。マサです、よろしくお願いします。9年ほどね、長いことやってるんですけど、まあ長いことやってるうちにですね、ある特技が、だんだんできるようになってきまして、まあ、それがですね、もう一人の自分と会話できるようになったんですね。おーい、もしもーし、聞こえるかな。もしもーし。はい、どうも、マーシーです。あ、よかったよかったよかった、聞こえるみたいですね。はいはい、聞こえてますよ。あ、よかったよかった。うるさいな、もう横浜まで呼び出して。あ、よかったよかった、もう聞こえてたみたいで安心です。ところで、マサさん。はい、なんですか。これ、音量バランスは大丈夫ですかね。はい、あー、そっかそっか。私の声、大きすぎたり、小さすぎたりしていませんかね。はいはい、後ろの方の席の方、聞こえてますか。これ、スピーカーの音の方、聞き取れてます。聞き取れて、あ、聞き取れてるみたいですよ。そうですよ、せっかくのリアルイベントなんですから。そうですね。会場の皆さんに聞いてみてくださいよ。そうですね、やっぱりね、レスポンスがね、時間にあるからね。恥ずかしがらずに。はい、恥ずかしがってないです。いや、もじもじしてないです。上がってるんですか。上がってない、上がってないわ。下がってるんですか。下がるのはおかしいだろ、お前。いいですよ、皆さん、マーシーさんの声聞こえてますかね。聞こえてるっぽいですね。はい、はい、あ、よかったです。あ、聞こえてるみたいですよ。あ、大丈夫そうですかね。うんうんうん、あ、よかったよかった。はいはいはい、これ私の声だけ聞こえていないとね、うんうん、マサさんが見えない何かに向かって喋り続けるみたいな。そうですね、地獄の光景が続いてしまうので。いや、怖くなっちゃいますもんね、そんなの。もう二度と来たくないと思ってしまいますからね。いや、よかったです。はい、まあ今日他にもこうやってスピーカーを使うコーナーありますから、途中でね、音聞こえづらかったら全然ジェスチャーでね、遠慮なく、教えてください。そうですね、はい、遠慮なく、はい、こんな感じで、はい、中指を立てていただいて構わないんで。それは本当に柄の悪いデスメタルのライブみたいになっちゃうんで。まあまあ、マサさん、はいはいはい、落ち着いてください。お前が落ち着けよ。何なんですか。何をはしゃいでるんですか。はい、いやいや、まあはしゃぐよ。初めてのソロイベントなんですから、見てください、満席ですよ。今日イベントだったんですか。はい、イベントですよ、これ。何だと思ってたんですか、じゃあ。さっきから今だからこんなに人がいるんですね。そうですね、結構いますよ。うわー、すごい、はい、すごい人数。そうですね、6万人くらいいるんじゃないですか。いや、そんなに、全然その1000分の1くらいなんですけども。そんなに、はい、奥の方が霞んで見えますよ。普通に多分眼科に行った方がいいですね。いやいや、それにしてもすごいですね。いや、ありがとうございます。それだけの人数がこの横浜にわざわざ足を運んでくれるなんて、はい、すごいことですよ、本当に。我が町横浜にようこそ。いやいや、全然我が町ではないんですけど、これ本当に出身でもなんでもないんだろう。あれ、マサさん、ね、横浜は詳しくないんですか。いや、詳しくないですよ、そんなに。まあ、遠足で行ったことあるぐらいかな。そうなんですか。はい、ダセーですね。ダサくはないだろ、別に。横浜、いやー、ダセーですよ。ダサくはないです。はい、まあそうですね、横浜遠足で行ったぐらいなんで。じゃあ私、マーシーが横浜の豆知識を披露してあげましょう。本当ですか。あ、これぜひ聞きたいな。会場の方もね、遠方から来てる方も結構いると思うんで、ぜひお願いしますよ。任せてくださいよ、マサさん。それではね、会場の皆さんもね、はい、耳の穴かっぽじってよく聞いてくださいね。口悪いな、こいつ本当に。まずね、はいはい、横浜という地名なんですが、はい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 、ライバルに縦浜と斜め浜ってのがいますね。いや、いきなり嘘つきましたね。はい、そんなすごい子供が一緒に考えたことみたいなの、はい、バレちゃいましたか。バレますよ、それは。なんだ斜め浜って。さすがに攻めすぎましたか。嘘つくなよ、本当に。ちゃんと豆知識を。わかりました、はい、仕方ないな、マサさんは。なんでこっちがわがまま言ってる風になってるんでしょうかね。はい、なんか他にないんですか。あ、横浜にはですね、はい、桜木町ってところがありまして。 ありますね、ありますね。すごく栄えてる。そうなんです、はいはいはい、実はとある有名アーティストがデビュー前に路上ライブをしていたのが、その桜木町でして。へえ、あ、そうなんだ。知ってました。知ってますか。いや、桜木町って曲にもなってるんですよ。ああ、ちょっとわかったかもしれない。これ有名ですもんね。出ますかね、皆さん。わ、はいはい、かります、わかります。ポンカンって言うんですけどね。ごめんなさい、ゆずですね、ゆずです。はいはい、ご情報がいきなり出てしまいました。ドラゴンフルーツだったかな。いやいや、だいぶ遠のいてしまいました。ゆずです。代表曲が小豆色っていうんですけどね。夏色です。だいぶね、おはぎみたいな色になっちゃった。このおはぎ、おはぎうまいからよって、ね、ただの食いしん坊じゃないですか。でも、ムカつことにね、メロディーラインが合ってるから若干わかってしまうんですね。あれ、違いましたっけ。はい、違います。おかしいな。いや、さっきから何にも言ってくれないじゃないですか。いや、白色でどこがですか。でもマサさん、はい、もうお気づきかもしれませんが、うんうん、10分以上経ってるんですよ。あ、本当だ、もう12時12分だ。それじゃあ私はそろそろ失礼しますよ。いや、そうですね。もしかしてこの調子で2時間行くんじゃないかなって、会場の人も不安がってますよ。いや、僕も不安ですよ、今めちゃくちゃ。いや、まあありがとうございます。どうでしょう、私も疲れてきましたよ。はい、まあそうですね。じゃあそろそろ次のコーナー行くんで、分身ラジオはここまでにしましょう。マーシーさん、さよなら。はい、ありがとうございました。マーシーでした。
次のコーナーはマサさんアフリカゾウとレスリングのコーナーです。勝手なこと言わないでください。はい、ありがとうございました。